こんにちは、外村幸子です。梅雨に入りまして、つらかった花粉症も一段落してほっとしています。それから発表会が終わってほっとしています。私たち自由が丘 FM 朗読の会では、5月の31日に発表会、第6回の発表会を行いました。場所はここ自由が丘のお隣、都立大学から柿の木坂を上がっていったところにある目黒パーシモンホールです。当日お世話になった皆様、本当にありがとうございました。ただいまネットでその模様が流れていますので、どうぞご覧になってください。それからもう一つほっとしたこと、我が家の玄関を出ましてね、お隣との境に竹垣があるんですよ。その竹垣、実はね、20年前に作ったものでね、もう崩れていたんですね。ですけど、お隣の植え込みなどでね、ちょうどいい具合に隠れていましてね、そのまんまにしていたんです。そうしましたらね、今年の冬、お隣さんがね、家の周りをきれいになさってね、うちのその崩れた竹垣が目立っちゃって、まあ竹垣どうしようって考えていたんですけどね、やっと竹屋さんにお願いして新しい竹垣ができました。それでほっとしております。竹はね、気持ちいいですよね。とっても綺麗です。そんなわけで、今日のお題は竹取物語、そういうわけなんですよ。ところがね、この竹取物語ね、調べれば調べるほど面白いんですよ。何が面白いかと言いますとね、まあ歴史好きの私なんでね、今回もその辺のねお話をしたいと思うんですが、これね、初めてご覧になる方、今ね、朗読の時間なのにね、おしゃべりのひとときなんて出ましたけども、私ね、この時間60分を時間いただいてるんですよね。でいつもですね、朗読する物語のね、時代背景なんかをね、ちょっとねおしゃべりさせていただいてるんですよ。それでね、まあ外村の言うことですからね、これからお話しすること 50% ぐらい本当かなっていうような感じでね、聞いていただけると、よろしいかと思います。それではね、この竹取物語ですね、皆さんよくご存知のようにね、日本最古の物語と言われていますよね。かぐや姫というね、おとぎ話でも有名です。この物語ですね、実は平安初期、平安の初め頃に書かれたのではないかと言われています。まあ最初に書かれたものをね、その時代時代で、まあ書き写していっていったんですよね。写本ですね。でそのね、書き写されたもので一番古いものは、どうやら室町時代の頃の写本ではないかと言われています。そういうものはね、現在残っているそうですね。ですから、もしですね、原本オリジナルがね、発見されましたら、ないんですよ、オリジナルはね、発見されたらもう国宝ですよね。そんなわけです。それでね、この物語に登場するね、5人の貴公子、かぐや姫に求婚する男性ですね、この方たちがですね、調べたところですね、実在の人物だって言うんですね。そういう実在の人物の方が含まれてるというんですよ。じゃあね、そのですね、実在の人物の方、どんな方だと思います？ね、これはですね、古代飛鳥時代にですね、あった壬申の乱という、まあ、政治の改革ですね、そんなことに、ね、関わった人たちなんですよ。もうね、
朗読の前に、またなんで人心の乱なのってね、言われちゃうかもしれないんですがね、ここを押さえておかないと、この竹取物語ね、先へ進めないんです。ではね、その人心の乱、簡単にお話ししますね。まずね、人心の乱っていうのはね、こういう字なんです。今言いますね、人心の乱。人心の乱、わかります？見えますかね？これね。まずね、大化の改新ってありましたよね。645年、この大化の改新なんですがね、中大兄皇子と中富の鎌足が時の権力者、蘇我のイルカをですね、暗殺しちゃったというあのお話ね。それがありまして、それから中大兄皇子が当時政権実権を握るわけなんですよね。でその後にね、白村江の戦いっていうのがあるんですよ。白村江の戦いとも言いますよね。それがですね、こういう字を書くの。白村江、白い村の入り江ですか。白村江の戦いですね。これね、この白村江の戦いなんですがね、白村江の戦いっていう風に習いましたでしょうかね。これは当時ですね、その飛鳥時代ですよ。お隣は朝鮮、三つの国に分かれていたんですよ。高句麗、新羅、百済ね。それでですね、日本、和国はですね、その百済の王朝と仲が良かったの。で、当時ですね、百済の王朝が滅亡寸前なんです。でね、それを狙ってですね、新羅が、戦いを挑んできたんですね。そうしましたら、和国は、その百済の王朝にね、援助するために戦いに行くんです。それで、和国と百済の連合軍と新羅と戦うことになるんですが、その新羅の後ろにですね、なんと、当時の唐がついていたんですよ。唐というのはね、当時ね、隋の国が滅んで、その後にできた唐。元宗皇帝とかね、楊貴妃がある、あの唐です。唐の国とね、手を結んでいたので、白村江でね、戦争が始まりました。そうしましたら、なんと、負けてしまったんです。ね、もう、ボロ負け。それでね、帰ってまいりました。さあ、大変ですよね、朝廷は。その時、中大兄皇子、改め天智天皇です。ね。もう戦に負けて帰ってきたわけですから大変。もう百済の王朝はそれで完全に滅亡します。ですから、新羅や唐が攻めてくるかもしれないわけですよね。それで、先森をですね、九州の太宰府に置いたんです。まあ、離れ小島とかね、九州の方面にね、置いた先森。万葉集で有名ですよね。先森の歌などでね、あの先森さんです。もうですね、敗戦処理をしなければいけませんからね、その先森を置いたんです。そうしまして、中大兄皇子、改め天智天皇、その後ですね、都を、飛鳥から近江に移したり、もう朝廷はガタガタです。大変なご苦労をなさいました。それでその後ですね、お隠れになるんです。そうしましたところですね、その天皇の地位を争って、その皇位継承争いが起きた。それを人心の乱と言うんです。ここまでお分かりになっていただけましたでしょうか。人心の乱ね。そういうわけなんですよ。それじゃね、どなたとどなたが戦ったのっていうことなんですが、天智天皇、ね、お隠れになりました。その後で、天智天皇にはご兄弟がいらっしゃいます。それを大天の皇子と言いました。弟君です。で、天智天皇にはお子様がいらっしゃいますよね。その方を大友の皇子とおっしゃいました。ですから、大天の皇子派と大友の皇子派に分かれて、その当時の豪族や貴族が利権を争ったんですよね。それで、いろいろありまして、結局、弟君であった大天の皇子が勝利するんです。ね。それで日本はですね、天皇を中心に、強い国を作ろうというので、中央集権の強い国を目指したんですよね。大天の皇子は天武天皇とおっしゃいます。そこまでお分かりになっていただけましたでしょうかね。そういうことなんですね。だから人心の乱からずっと、それでね、
その壬申の乱でお手柄を立てた人たちがこの竹取物語に登場する5人の貴公子の中に含まれているんですよ。そういうわけなんです。そこでね、その5人の貴公子っていう方をね紹介しなくてはいけないんですが、じゃあ紹介しますね。まず安倍の三好という方、それから大友の三幸という方、石上の麻呂という方、この3人はね、この物語に実名で登場しています。だから実際にいた方なんですよ。あとね、倉持の巫女、石造りの巫女というお二人はね、物語の中でのお名前なんです、ね、でこの倉持の巫女という方はですね、どうやら当時のね藤原不比等という人ではなかったかと言われております。なぜかというとですね、この不比等のお母さんのご実家だか、そこの屋号だかね、名字がですね、倉持っておっしゃるんですよ。それでね、この藤原不比等っていう人ね、どうやらね、天皇のご落胤ではなかったかと言われているので、巫女、ね、ですから倉持の巫女といえば藤原不比等のことなのよということが当時の人は知っていたわけ、ね、そういうことなんです。それでね、まあこれあれですよね、赤穂浪士なんかにもありますよね、大石蔵之助のことを大星由良之助とかいう名前に変えてお芝居にしちゃったっていう、江戸時代の話、あれですね、あのケースです、ね、そういうことなんです。でこの次、石造りの巫女という方が登場するんですが、その方はですね、わからないんです。どなたかはっきり分かってない。だけどね、多治妃の島という方じゃないかって推定されています。でこの方も実際にいた方で、壬申の乱以後ね活躍してるんです。でこのね、私の言うこの活躍っていうのはですね、当時の、大納言とか中納言とか、左大臣右大臣なんていうようにですね、政府の高官になった方々なんです。ですから当時の政府の最高権力者、ね、そういう方々にですね、物語の中でかぐや姫はですね、無理難題を言うんですよ、ね、これねすごい無理難題なんですよ。じゃあそのね無理難題っていうのをね、ちょっとお話ししましょうね。まずですね、これもちろん物語の中でお話しするんですがね、石造りの巫女にはね、天竺にある仏の御石の鉢を持ってきてって言うんです。これなんでしょうね、天竺にある仏の御石の鉢っていう、天竺っていうからインドですよね。仏はね、お釈迦様のことなんですって。ですからインドのお釈迦様の持っていた石の鉢を持ってきてっていうことなんですよね。なんか托鉢に使ったような鉢があったんでしょうね。まあインドね、今私行ったことないんですけど、どうなんですかね、注射かなんか打っていくんですかね。なんか今50度ぐらいあるそうですよね。ですからホテルから出られませんよね。まあ当時インドに行ったとしましょう。例えばね、インドに行ってそのお釈迦様の鉢とやらを見つけたとしましょう。でもそんなものは譲ってはくれませんよね。ですからこれ無理な話なんです。それからですね、安倍の右大臣にはね、もろこしにあるね、ひねずみの皮衣を取ってきてって言うんですよ。これなんでしょう、これもね、もろこしにあるひねずみの皮衣、このもろこしっていうのは中国のことですよね。でひねずみっていうのが何だか分かんないんだけども、要するに広い広い中国にいる、まあ、ピカチュウみたいな動物の皮で作った衣を持ってきてっていうことですよね。ですからその皮衣っていうのは燃えないんですって。これねよく考えるとね分かるんですけど、石綿のことね、アスベストです。だから作者はそういうものが世の中にあるんだよってことを知ってたような人なんですね。それから今度ね、3人目ですね、大友の大納言という方にはね、タツの首についている五色の玉を持ってきてっていうの、まあタツの首にこう綺麗な玉がついてたんでしょうね。まあそういう話があったんでしょう。これだってね、もうタツの首って言った時に無理ですよね。だタツはほら想像上の動物だから無理なんですけど、要するにほらドラゴンボールを取ってこいっていうことよね。これ無理ですよね、どう考えたってね。でこれ5番目ね、磯上の中納言には
ツバメの巣にある小屋巣貝を取ってきてって言うんです。これ簡単そうですよね、小屋巣貝っていうの。これね、何かというとですね、小屋巣貝っていうのはね、宝貝とも言うんですよね。で、その昔、ずっと昔、紀元前、殷という国があったんですよ。まあ、商とも言うんですけどね、殷王朝、朱地肉林という四文字熟語の王様のいた王朝ですよね。甲骨文字とか、青銅器のなんかがこう、盛んだった殷王朝。そのね、殷の国ではですね、これね、紀元前1700年頃ですって、から1100年頃の王朝なんですって。だいぶ昔ですよね。今から3700年ぐらい前の王朝ですね。中国の黄河流域にあった殷王朝ではね、当時、小屋巣貝は取れなかったそうです。小屋巣貝っていうのはね、その殷王朝でね、お金として流通してたんですって。ね。それで、その何百年にもわたって、お金として流通していた小屋巣貝が殷王朝では取れなかったそうです、ね、そうしたらね、じゃあどこから持ってきたのってことになりますよね。これね、小屋巣貝、宝貝とも言うんですが、当時の、まあ、その紀元前の頃の話ですがね、アジアの地方ではですね、なんと日本の奄美大島とか沖縄でザクザク取れたそうです。そうなんですよ。そういう記述があるんですよ。それでね、その日本で取れた奄美大島や沖縄で取れた小屋巣貝をですね、まあ、船に乗せて、黄河流域の殷の都まで持ってったんですよね。で、そういうね、経済ルートが当時あったってことなんですよ。これも驚きですよね。それでその小屋巣貝なんですが、まあ、殷の時代からね、続いている文字でね、漢字ですよね。漢字の中には貝のつく字がいっぱいありますよね。ちょっと思い出してください。ちょっとここに書いてもいいんだけど、恥ずかしいな、いっぱいあるんですよね、貝のつく字。お金に関係する文字ですよね。あと経済なんかに関係する文字、貝のついた文字。あの文字の貝はですね、日本で取れた小屋巣貝のことだって思うとね、ちょっとワクワクしませんか。それでね、私南の国へ昔行った時に、貝殻をね、お土産によくカゴに入っていっぱい貝殻がありましたよね。それをね、ちょっとね、探してみたの、家で。あったんです、いっぱい。こういうの、見えます？こういう貝殻。これね、こういうの入ってたの、カゴにね。綺麗ですよね。で、小屋巣貝があるんですよ、その中に。これ。これが小屋巣貝です。見えるかな？これ。これ小屋巣貝なの。こういうの。ね。それで、これを、まあ、これのもっとここの綺麗なのなんですよね。宝貝になるようなのは。これ小屋巣貝なんですよ。でね、これ昔のね、紀元前のヨーロッパでは、これね、目のお守りだったんですって。目。眼病に効くとかいう、そういうお守りだったそうです。それでね、これね、こういう風にするとね、ちょっと写してください。こんな風にします。ね。わかります？これ。これ。ね。これ冗談じゃなくてね、こういうふうにね、ドクロにね、こんなことしてたんですって。ねえ。だからまあ、紀元前からウルトラマンは地球に来てたわけですよね。それでですね、まあこれはヨーロッパのお話ね。で、アジアや中国や日本では、この小屋巣貝はですね、安産のお守りなんです。こういうふうにすると、この形がですね、女性のお腹に子供を持った女性のシルエットになるそうです。こうちょっと膨れてますよね。それで安産のお守りの小屋巣貝です、ね、こういうことです。ですから、ツバメがたまに巣に産み落とす小屋巣貝は宝物だったんですね。なんか貴重なものだということで、それを取ってきてってかぐや姫が言ったそうなんですよね。で、私ね、一つ忘れてた。倉持の巫女にはね、東海の蓬莱山にある銀のね、金のなんじゃら、白玉のなんじゃらって、そういうなんか綺麗なものをね、持ってきてってお願いしたんですよね。で、このね、東海の蓬莱山って聞くとね、なんか思い出しません？蓬莱山ね、あれですよ、
秦の始皇帝、中国のね、紀元前200年頃かな、ちょっとそういう時にいた秦の始皇帝ね、あの人が徐福というね、あの人に頼んで東海の蓬莱山にある、不老不死の薬を取ってこいっていうあのエピソードがありますよね。それはあの司馬遷の史記という歴史書に書かれたものですよね。それを思い出しますね。それでね、この徐福という人、徐福ってね、どういうふうに書くかというとね、徐福、徐福という人ね、こういう字書くんですよ、徐福。この方ね、3000人の若い男女と、まあ、100人、200人ぐらいかな、あの、職人さんと、あと五穀の、何ですか、五穀の、まあ、そういうお米とか、そういう豆とかいうものの種を持ってきたって言われていてね、日本ではね、あちこちにこの徐福さんが、やってきたのではないかと言われるところがあるんですよね。で、徐福神社なんていうのもありましてね、この方ね、日本ではね、もう神様になってるんですよね。それで私ねちょっと小耳に挟んだんですが、この方のね、ドラマをやるそうなんですよ。日本じゃないですよ、中国ドラマなのね。でもうね、この春ぐらいにですね、九州の佐賀県あたりにはですね、そのドラマを作るね、中国の俳優さん、香港の俳優さんだったかな、たちが監督さんも一緒にですね、なんかご挨拶に来たそうですよ。で、ロケ班っていうんですか、どこで撮影しようかとかいうことですね、そんなのもして、まあ、この秋今頃からかな、もう撮影始まったんでしょうかね。それでそういう中国ドラマ徐福というタイトルはなんていうか知りませんけど、徐福をねメインにした、ドラマができるということなので、私は今からもうね、胸ワクワクときめかして待っていますね。どんなドラマになるか。だってね、徐福が日本にやってきたと言われてるんですが、蓬莱山を目指してね、その頃の日本ってね、確かね、縄文時代が終わって弥生時代が始まるか始まんないかって、そのぐらいの時代なんですよ。ですからこのドラマの中で当然日本が出てきますよね。だから当時の日本をどんな風にね、描くのかなとかと思うとね、ちょっと今から大変。まず当然中国のあたりで、放映されてから日本にやってくるんでしょうけども、まあ東京オリンピックの前にはね、放映されるかななんつって、今からねワクワクしてね、この徐福のドラマに期待してるんですね。楽しみにしてます。そんなことです。それで5人全部言えましたでしょうかね、この無理難題。このね、無理難題っていうのをかぐや姫の中でね、とてもね、多方面にわたってね、面白いんですよね。で、今私ね、これあっさりとね、こういうことなんですよって紹介したんですが、この5つの難問っていうのは実はね、読み解いていくと背景にね、深い意味があって、もっともっと面白いんですって。で、今日はね、簡単に説明いたしましたけどもね、そんな意味が含まれているということです。でね、私面白いなと思ったのね、これ調べてってね、最後にね、富士山のお話が出てくるんですよね。で、当時の平安時代ですね、この富士山ってね、活火山だったんですよね。噴火してたの。それでね、どこだっけな、ざっとね私噴火したの書いておいたんですけどね、781年西暦ね、800年、802年、864年ってね、この頃でもね、これ4回噴火してるんですよね。すごいですよね。この後だって江戸時代だって大噴火があったでしょ。ですからね、まあ当時の人にとってはね、富士山は火の山だったわけですよね。私たちね、死火山って習ったんですよね。そんなわけですね。そんなわけで、この竹取物語のこの無理難題っていうのは本当にね、調べていくとね、いろんなことが分かって面白いです、ね。で、今日朗読でお話しするのはですね、この竹取物語はね、インターネットにあるね、図書館青空文庫っていうんですがね、それに載っているお話を朗読させていただくんですが、このインターネットのね、青空文庫っていう図書館はですね、古いもの、古い名作などがね、いっぱい詰まっているんですよね。で、私よく利用させていただいてるんです。で、このね、
図書館に、文字に起こして載せたりですね、構成したりしてくださる方はね、ボランティアの方だってね、聞いているんです。それでね、その方たちにいつも利用させていただいております。大変ありがとうございます。感謝しております、ね、そういうわけでね、これから竹取物語の朗読に入ります。和田万吉役、竹取物語。昔いつの頃でありましたか、竹取の翁という人がありました。本当の名は讃岐の宮津小麻呂というのでしたが、毎日のように野山の竹やぶに入って竹を切り取っていろいろのものを作り、それを商うことにしていましたので、俗に竹取の翁という名で通っていました。ある日いつものように竹やぶに入り込んでみますと、一本妙に光る竹の幹がありました。不思議に思って近寄ってそっと切ってみると、その切った筒の中に高さ三寸ばかりの美しい女の子がいました。いつも見慣れているやぶの竹の中にいる人ですから、きっと天が我が子として与えてくれたものであろうと考えて、その子を手の上に乗せて持ち帰り、妻のおばあさんに渡してよく育てるように言いつけました。おばあさんもこの子の大層美しいのを喜んで、かごの中に入れて大切に育てました。このことがあってからも翁はやはり竹を取って、その日その日を送っていましたが、奇妙なことには多くの竹を切るうちに、節と節の間に黄金が入っている竹を見つけることがたびたびありました。それで翁の家は次第に裕福になりました。ところで竹の中から出た子は育て方が良かったと見えて、ずんずん大きくなって、みつきばかり立つうちに一人前の人になりました。そこで乙女にふさわしい髪飾りや衣装をさせましたが、大事の子ですから家の奥に囲って、外へは少しも出さずに、いよいよ心を入れて養いました。大きくなるに従って乙女の顔形はますます麗しくなり、とてもこの世界にない暗いなばかりか、家の中が隅から隅まで光り輝きました。翁にはこの子を見るのが何よりの薬で、また何よりの慰みでした。その間に相変わらず竹を取っては黄金を手に入れましたので、ついには大した信頼になって、家屋敷も大きく構え、召使いなどもたくさん置いて、世間からも敬われるようになりました。さてこれまでつい乙女の名をつけることを忘れていましたが、もう大きくなって名のないのも変だと気づいて、いい名付け親を頼んで名をつけてもらいました。その名は名よ竹のかぐや姫というのでした。
その頃の習わしに従って3日の間大宴会を開いて、近所の人たちやその他多くの男女を呼んで祝いました。この美しい乙女の評判が高くなったので、世間の男たちは妻にもらいたい、また見るだけでも見ておきたいと思って、家の近くに来て隙間のようなところから覗こうとしましたが、どうしても姿を見ることができませんでした。せめて家の人に会って物を言おうとしても、それさえ取り合ってくれぬ始末で、人々はいよいよ気をもんで騒ぐのでした。そのうちで夜も昼もぶっ通しに家のそばを離れずに、どうにかしてかぐや姫に会って志を見せようと思う熱心家が5人ありました。皆位の高い、身分の尊い方で、一人は石造りの巫女、一人は倉持ちの巫女、一人は右大臣阿部の身牛、一人は大納言大友の三幸、一人は中納言磯の神のマロでありました。この人たちは思い思いに手立てを巡らして姫を手に入れようとしましたが、誰も成功しませんでした。沖縄もあまりのことに思って、ある時姫に向かって、ただの人ではないとは言いながら、今日まで養い育てたわしを親と思って、わしの言うことを聞いてもらいたい。と前置きして、わしは70の坂を越して、もういつ命が終わるかわからぬ。今のうちに良い婿を取って、心残りのないようにしておきたい。姫を一生懸命に思っている方がこんなにたくさんあるのだから、このうちから心にかなった人を選んではどうだろう。と言いますと、姫は案外の顔をして答え渋っていましたが、思い切って、私の思い通りの深い志を見せた方でなくては夫と定めることはできません。それは大して難しいことでもありません。5人の方々に、私の欲しいと思うものを注文して、それを間違いなく持ってきてくださる方にお仕えすることにいたしましょう。と言いました。沖縄も少し安心して、例の5人の人たちの集まっているところに行って、そのことを告げますと、皆異存のあろうはずがありませんから、すぐに承知しました。ところが姫の注文というのはなかなか難しいことでした。それは5人とも別々で、石造りの巫女には、天竺にある仏の御石の鉢、倉持の巫女には、東海の蓬莱山にある銀の根、金の茎、白玉の実を持った木の枝1本、阿部の右大臣にはもろこしにあるひねずみの皮衣、大友の大納言にはタツの首についている5色の玉、磯の神の中納言にはツバメの持っている小安貝1つというのであります。そこで沖縄は言いました。それはなかなかの難題だ。そんなことは申されない。しかし姫は、大して難しいことではありません。と言い切って平気でおります。沖縄は仕方なしに姫の注文通りを伝えますと、皆呆れ返って家へ引き取りました。
それでもどうにかしてかぐや姫を自分の妻にしようと覚悟した五人は、それぞれいろいろの工夫をして注文の品を見つけようとしました。第一番に石造りの巫女は、ずるい方に才のあった方ですから、注文の仏の御石の鉢を取りに天竺へ行ったように見せかけて、三年ばかり経って大和の国のある山寺のびんずる様の前に置いてある石の鉢の真っ黒にすすけたのを、もったいらしく錦の袋に入れて姫のもとに差し出しました。ところが立派な光のあるはずの鉢に蛍火ほどの光もないので、すぐに注文違いと言って跳ねつけられてしまいました。第二番に倉持ちの巫女は、蓬莱の玉の枝を取りに行くと言いふらして船出をするにはしましたが、実は三日目にこっそりと帰って、かねがねたくんでおいた通り上手の玉職人を多く召し寄せて、ひそかに注文に似た玉の枝を作らせて姫のところに持って行きました。沖縄も姫もその細工の立派なのに驚いていますと、そこへ運悪く玉職人の親方がやってきて、千日余りも骨を折って作ったのにまだ細工賃を下さるというご沙汰がないと苦情を持ち込みましたので、まやかし者ということが分かって、これもたちまち突っ返され、巫女は大恥をかいて引き下がりました。第三番の阿部の右大臣は財産家でしたから、あまり悪ごすくはたくまず、ちょうどその年に日本に来た唐船にあつらえて、ひねずみの皮衣というものを買ってくるように頼みました。やがてその秋人はようようのことで、元は天竺にあったのを求めたという手紙を添えて、皮衣らしいものを送り、前に預かった代金の不足を請求してきました。大臣は喜んで品物を見ると、皮衣は紺青色で毛の先は黄金色をしています。これならば姫の気に入るに違いない、きっと自分は姫のお婿さんになれるだろうなどと考えて、大めかしにめかし込んで出かけました。姫も一時は本物かと思ってないない心配しましたが、火に焼けないはずだから試してみようというので、火をつけさせてみると、ひとたまりもなくメラメラと焼けました。そこで右大臣もすっかり当てが外れました。四番目の大友の大納言は、家来どもを集めて厳命を下し、必ず辰の首の玉を取ってこいと言って、屋敷内にある絹、綿、銭の有竹を出して露用にさせました。ところが家来たちは主人の愚かなことをそしり、玉を取りに行くふりをして、めいめいの勝手な方へ出かけたり、自分の家に引きこもったりしていました。右大臣は待ちかねて、自分でも遠い海にこぎ出して、辰を見つけ次第矢先にかけて居落とそうと思っているうちに、九州の方へ吹き流されて、激しい雷雨に打たれ、その後明石の浜に吹き返され、波風に揉まれて死人のようになって磯端に倒れていました。ようようのこと、国の役人の世話で手越に乗せられて家に着きました。そこへ家来どもが駆けつけてお見舞いを申し上げると、大納言はすもものように赤くなった目を開いて、辰は雷のようなものと見えた、あれを殺しでもしたらこの方の命はあるまい、
お前たちはよくタツを取らずに来た。ういやつどもじゃ。とお褒めになって、うちに少々残っていたものを褒美に取らせました。もちろん姫の難題にはおじけをふるい、かぐや姫の大がたりめと叫んで、またと近寄ろうともしませんでした。五番目の磯上の中納言は、ツバメの小屋住まいを取るのに苦心していろいろと人に相談してみた後、ある下役の男の勧めにつくことにしました。そこで自分でカゴに乗って綱で高い矢の胸に引き上げさせて、ツバメが卵を産むところを探るうちに、ふと平たいものをつかみ当てたので、うれしがってカゴを下ろす合図をしたところが、下にいた人が綱を引き損なって、綱がプツリと切れて、運悪く下にあった金枝の上に落ちて目を回しました。水を飲ませられて、ようよう正気になったとき、腰は痛むが、小屋住まいは取ったぞ。それ、見てくれ。と言いました。皆がそれを見ると、小屋住まいではなくて、ツバメの古くそでありました。中納言はそれきり、腰も立たず、極みも加わって死んでしまいました。五人のうちであまり物入りもしなかった代わりに知恵のないざまをして一番むごい目を見たのがこの人です。そのうちにかぐや姫が並ぶもののないほど美しいという噂を時の帝がお聞きになって一人の女官に、姫の姿がどのようであるか見てまいれ。と仰せられました。その女官が早速竹取の翁の家に出向いて勅使を述べ、ぜひ姫に会いたいと言うと、翁はかしこまってそれを姫に取り継ぎました。ところが姫は、別に良い器量でもありませぬから、お使いに会うことはごめんをこうむりますと拗ねて、どうすかしても叱っても会おうとしませんので、女官は面目なさそうに宮中に立ち返って、そのことを申し上げました。帝はさらに翁にご命令を下して、もし姫を宮遣いに差し出すならば、翁に位をやろう。どうにかして姫を解いて納得させてくれ。親の身でそのくらいのことのできぬはずはなかろうと仰せられました。翁はその通りを姫に伝えて、ぜひとも帝のお言葉に従い自分の頼みを叶えさせてくれと言いますと、無理に宮遣いをしろと仰せられるならば、私の身は消えてしまいましょう。あなたのお位をおもらいになるのを見て、私は死ぬだけでございます。と姫が答えましたので、翁はびっくりして、位をいただいても、そなたに死なれて何としよう。しかし、宮遣いをしても死なねばならぬ道理はあるまい。と言って嘆きましたが、姫はいよいよ渋るばかりで少しも聞き入れる様子がありませんので、翁も手のつけようがなくなって、どうしても宮中には上がらぬということをお答えして、自分の家に生まれた子供でもなく、昔山で見つけたのを養っただけのことでありますから、気持ちも、世間普通の人とは違っておりますので、残念ではございますが、と恐れ入って申し添えました。
帝はこれを聞こしめされて、それならば沖縄の家にほど近い山辺に御狩の御行きをするふうにして姫を見に行くからと、そのことを沖縄に承知させて、決めた日に姫の家へおなりになりました。するとまばゆいように照り輝く女がいます。これこそかぐや姫に違いないとおぼしめしてお近寄りになると、その女は奥へ逃げて行きます。その袖をお取りになると顔を隠しましたが、はじめにちらっとご覧になって、聞いたよりも美人とおぼしめされて、逃げても許さぬ、宮中に連れ行くぞと仰せられました。私がこの国で生まれたものでありますならば、お宮遣いもいたしましょうけれど、そうではございませんからお連れになることはかないますまい、と姫は申し上げました。いや、そんなはずはない、どうあっても連れ行く。かねて支度してあったお腰に乗せようとなさると、姫の形は影のように消えてしまいました。帝も驚かれて、それではもう連れては行くまい、せめて元の形になって見せておくれ、それを見て帰ることにするから、と仰せられると、姫はやがて元の姿になりました。帝も致し方がございませんから、その日はお帰りになりましたが、それからというもの、今まで随分美しいと思った人なども姫とは比べ物にならないとおぼしめすようになりました。それで時々お手紙やお歌をお送りになると、それにはいちいちお返事を差し上げますので、ようようお心を慰めておいでになりました。そうこうするうちに三年ばかり経ちました。その年の春先からかぐや姫はどうしたわけだか、月の良い晩になるとその月を眺めて悲しむようになりました。それがだんだん募って、七月の十五夜などには泣いてばかりいました。沖縄たちが心配して、月を見る子をやめるようにと諭しましたけれども、月を見ずにはいられませんと言って、やはり月の出る時分になるとわざわざ縁先などへ出て嘆きます。沖縄にはそれが不思議でもあり心がかりでもありますので、ある時その訳を聞きますと、今までにたびたびお話ししようと思いましたが、ご心配をかけるのもどうかと思って打ち明けることができませんでした。実を申しますと、私はこの国の人間ではありません。月の都のものでございます。ある因縁があってこの世界に来ているのですが、今は帰らねばならぬ時になりました。この八月の十五夜に迎えの人たちが来れば、お別れして私は天上に帰ります。その時はさぞお嘆きになることであろうと前々から悲しんでいたのでございます。姫はそう言ってひとしお泣き入りました。それを聞くと沖縄も気違いのように泣き出しました。竹の中から拾ってこの年月、大事に育てた我が子を誰が迎えに来ようとも渡すものではない。もし取っていかれようものなら、
わしこそ死んでしまいましょう。月の都の父母は少しの間と言って私をこの国によこされたのですが、もう長い年月が経ちました。海の親のことも忘れて、ここのお二人に慣れ親しみましたので、私はおそばを離れて行くのが本当に悲しゅうございます。二人は大泣きに泣きました。家の者どもも顔形が美しいばかりでなく、上品で心立ての優しい姫に、今さら長のお別れをするのが悲しくて、湯水も喉を通りませんでした。このことが帝のお耳に達しましたので、お使いを下されてお見舞いがありました。沖縄は異彩をお話しして、この8月の15日には天から迎えの者が来ると申しておりますが、その時には人数をお使わしになって、月の都の人々を捕まえてくださいませ、と泣く泣くお願いしました。お使いが立ち返ってその通りを申し上げると、帝は沖縄に同情されて、いよいよ15日が来ると高野の少将という人を勅使として武士2000人をやって竹取の沖縄の家を守らせられました。さて、屋根の上に1000人、家の周りの土手の上に1000人というふうに手分けして、天から降りてくる人々を打ち退ける手はずであります。このほかに家に召し使われている者の大勢手ぐすね引いて待っています。家のうちは女どもが晩をし、おばあさんは姫を抱えて土蔵の中に入り、沖縄は土蔵の戸を閉めて戸口に控えています。その時姫は言いました。それほどになさっても何の役にも立ちません。あの国の人が来ればどこの戸も皆一人でに開いて、戦おうとする人たちも苗しびれたようになって力が出ません。いやなあに、迎えの人がやってきたらひどい目に合わせて追っ返してやる、と沖縄力みました。姫も年寄った方々の追い先も見届けずに別れるのかと思えば、老いとか悲しみとかのないあの国へ帰るのも一向に嬉しくないと言って、また嘆きます。そのうちに夜も半ばになったと思うと、家のあたりがにわかに明るくなって、満月の重曹倍ぐらいの光で人々の毛穴さえ見えるほどであります。その時空から雲に乗った人々が降りてきて、地面から五尺ばかりの空中にずらりと立ち並びました。それ来たと武士たちが獲物を取って立ち向かおうとすると、誰も彼も物に襲われたように戦う気もなくなり、力も出ず、ただぼんやりとして目をパチパチさせているばかりであります。そこへ月の人々は空を飛ぶ車を一つ持ってきました。その中から頭らしい一人が沖縄を呼び出して、何時沖縄よ、そちは少しばかりのいいことをしたので、
それを助けるために片時の間姫を下してたくさんの黄金を儲けさせるようにしてやったが、今は姫の罪も消えたので迎えに来た。早く返すがよい。と叫びます。沖縄が少し渋っているとそれには構わずに。さあさあ姫、こんな汚いところにいるものではありません。と言って、例の車を差し寄せると、不思議にも固くぞ出した格子も土蔵も自然と開いて、姫の体はスルスルと出ました。沖縄が止めようとあがくのを姫は静かに抑えて、形見の文を書いて沖縄に渡し、帝に差し上げる別の手紙を書いて、それに月の人々の持ってきた不死の薬一粒を添えて勅使に渡し、天の羽衣を着て、あの車に乗って、百人ばかりの天人に取り巻かれて、空高く登って行きました。これを見送って、沖縄夫婦はまたひとしきり声を上げて泣きましたが、何の甲斐もありませんでした。一方勅使は宮中に参上して、その世の一部始終を申し上げて、かの手紙と薬を差し上げました。帝は、天に一番近い山は駿河の国にあると聞こしめして、使いの役人をその山に登らせて、不死の薬をたかしめられました。それからはこの山を、不死の山、と呼ぶようになって、その薬の煙は、今でも雲の中へ立ち上る、ということであります。